皆様こんにちは、お元気にお過ごしでしょうか。冬が本格的にだんだんなってきてですね、武漢ウイルスというのがまた少し広がり始めているというニュースが出てきていますけど、一方で、医療関係の方に聞くとですね、今まで流行っていた病気がですね、もうめっきり流行らなくなっていて、もう驚いているというようなですね、話も聞いています。例えばよく子どもがかかる RS ウイルスとかですね、インフルエンザだとか、そうしたものがもう格段に少なくなっていてですね、それで診察に来る人がもう本当に少ないので、びっくりしていると。で、呼吸器がなんかちょっとおかしい、咳が出るっていうのはほとんど普通の風邪でですね、そうじゃないものはもう激減したというような話をされているのを聞きました。やはり手洗いうがい、マスクの着用というものがこれだけ広くですね、普及をしているというのはその理由になっているというふうに思うんですが、コロナに関係なくですね、マスクをどこまでつけるのがいいのかというのはちょっと何とも言えない、非常に息苦しんでですね、ですが、手洗いうがいというのは、コロナがどうなるにしても、習慣として身についていくと、社会に根付いていくと、今まで流行していた病気もですね、相当減らせるのかなというふうに思っていたところでありました。今日はですね、何をお話ししようかなと思っていたんですけど、日本人の、いい特質でもあり、またそれがいい面もあればマイナスの面にもなってしまうという、表裏それぞれあるですね、プラスマイナスそれぞれある特質について、お話をしたいなというふうに思っています。日本人というのはですね、戦前から、あるんですけど、特に戦後になってですね、自己肯定感というものが、社会全体の中で非常に低いものになってしまっている、そういう、国民性というかですね、そうしたものを続けてしまっている現状があります。自己肯定感というのは、言うまでもなく自分を、大事にしていく気持ち、自分を尊いもの、あるいは大として、尊重していくというようなことなんですけど、そういう気持ちなんですけど、それがですね、優先順位がどうしても後ろの方になってしまっていてですね。で、一方で、ある意味美徳やいい面もとてもあるんですけど、自己犠牲というかですね、自分を、捧げたりですね、あるいは自分を抑えて、公のためとか他人のために、尽くしたり配慮したりすると。いうようなことが非常に強い傾向があります。もちろん個人差もあってそうじゃない人はいることはいるんですけど、全体の傾向として、また他の民族国民と比べてそういうものが非常にあるというのが、戦前もそうですし戦後も続いています。で、自分を抑えるとか自己犠牲というのはですね、ある面では、いいように働くこともあります。自分が自分がと、自分がの何か、生きていくために必要なものをですね、優先して抱え込んでですね、他人には渡さないというようなことを大震災の時にみんながやっていたら、もう非常に混乱してしまって、より社会全体では不安や生きにくさというものが増えてしまうわけですけど、お互いに自分を抑えて、相手を思いやる行動を取ることで、
まあ、辛さとかですね、まあ、物理的な不足というものを、まあ、最小限にする、またその差を減らし最小限にするというようなことが、まあ、行われてですね、まあ、ある意味海外の欧米からはですね、まあ、非常に日本人らしいいい面だなというふうに評価をされていて、まあ、日本人自身もそれを再確認をしてということが東日本大震災の時に特に言われていました。まあ、欧米の多くの国ではああいう状態になったら、まあ、食べ物、飲み物があるところはですね、略奪をされて、我先にそれを持ち帰ってですね、また仲間内とか家族だけでそれをできるだけ独占しようとしてというようなことをやる人が、まあ、全員ではないですけど、ある程度の割合、無視できないぐらいの割合で、そういう人が一定程度いると、もう社会は非常に混乱してしまうと、特に災害の時はと、そういうような話がありました。まあ、そういうふうにならないですね、日本人が自分を抑える自己犠牲をある意味、そういう姿勢を取るというのはですね、いい面に働いている一つの事例なんですけど、まあ、一方で、その自己犠牲とかですね、自分を抑えるということを、まあ、あまり日常的にまた強く心がけすぎてしまうとですね、社会全体が、まあ、活気づくというよりもですね、何か縮む方向に進んでしまったり、あるいは心理学的によく言われるんですけど、自分が我慢しているもの、抑えているものというものをですね、他人がもう天真爛漫にですね、それを楽しんでるとか、心を解放して それをそのまま出しているというようなことをやっているとですね、もう怒りが湧いてくる、あるいはそれを押さえつけたくなったりですね、まあ、悪いものだというふうに断罪をしてしまう、まあ、理屈で断罪することもあれば感情的にですね、そういうものに反発をする、なんでか分かんないけど反発をしてしまうというようなことがあります。まあ、心理学ではよく言われる話なんですけど、まあ、自己犠牲とか自分を抑えているというのはですね、まあ、そういう心理が逆に働いていて、そういうのを抑えない人、まあ、別に悪いことを抑えないで悪いことをするのは、まあ、批判されてもしょうがないんですけど、別に悪いことじゃなくてですね、例えばみんながこうちょっと、苦しい思いをしてるなと、震災の後とかですね、そういう状態でもそれはそれで、まあ、毎日の生活を楽しもうということでですね、まあ、生活の中でですね、まあ、ちょっと高級レストランに行くとかですね、女性だったらエステに行くとかですね、そういうようなことを楽しんで、またそれを、まあ、例えば SNS に書くとかですね、そういうものをやったとします。別にそれは社会全体から見ればですね、経済の活性化にもつながりますし、その人が、まあ、より、まあ、幸せにですね、まあ、楽しく暮らしているということで、特段批判をされるものではないんですけど、もうやっぱり自己犠牲とかですね、自分の心を抑えている、自分の欲求というものを抑え込んでいる人にとってはですね、そういうものがもうまず感情的にもう瞬間的に許せなくてですね、みんながこう苦しい思いをしている震災の後に、不謹慎だとかですね、けしからんとかこう、まあ、一般人でもそういうふうに、一般国民でもそういうふうに批判をされることもありますし、ましてや公のですね、官僚だとかですね、政治家等がそういうことを、まあ、仕事をやりながらの日常のその中のほんの一端をそういうのを書いただけでもですね、もう何か悪事を働いた方がごとき罰心を受けるというようなことがですね、右左関わらず、政治的な立場関わらずですね、見受けられたもので、ありました。
で、まあ、非常に卑近な例ではありますけど、そういうようなですね、自己犠牲とか自分を抑えるというのをやってしまうと、結局こう社会が縮む方向に誘導されてしまうと。で、そういうような自己犠牲が強すぎる人たちが多い中ではですね、例えば景気対策でのこう何かお金を使ってですね、経済活性化しようとか、あるいは武漢肺炎の対応でですね、いろんな支援のメニューを拡大していこうということをやってもですね、もちろん効果はあるんですけど、その効果というのは限定的になってしまうと。それは社会全体にとってですね、決してプラスなことではなくて、自己犠牲になって我慢している人にとってもですね、そういうのを手放して、楽しんでいこうと、楽しむ中で、みんなで幸せになっていこうというような考えを持っている人も、両方とも損害というかですね、よりマイナスの影響を受けてしまうということで、あります。で、その自己犠牲というのは結局は表裏一体なのが自己肯定感というものがですね、少ないというようなことが大元にあるのかなというふうに思います。